となっております。プリブラス選手対そしてまたコルベル選手の対戦となります。さあこの夢の対決なんですが、今日は三木さんどのように見ますか？そうですね、まあどちらの選手が勝つかっていうのはちょっとこれ分からないですよね。2人とも非常にいいですよね、はい、プリモス選手は特にやっぱりボンミスが非常に少ないですしね、そうですよね、だからクリアンガ選手は非常にバランスの取れたプレーをしますからね、はい、まあ、ちょっと見てるとあんまり大したことないんじゃないかなと思いますけど、はい、全然やっぱり違いますよね。そうですよね、バランスが素晴らしくいいですし、なんか本当に穴がないという、そういう感じですよね。本当穴がない選手ですよね。そしてまた最近なんですけども、よくプリモナッツ選手の欠点はと聞きますと、ミドルというふうに、以前おっしゃったんですけど、ミドルの最近返しも非常に素晴らしいものになってまいりましたよね。そうですね、やっぱりそこ攻められますからね、はい、やっぱり相当そこ練習していきますから、やっぱりこういう中で、はい、コルベル選手ですね。コルベル選手ですね。はい。今プリムラス選手のねミドルが弱いって話してましたけどね。はい、そこのところは相当練習してますよね。そうですよね。さあ相対しますこの、コルベル選手なんですけれども、なんか随分とまたスーパーサーキットにやっぱり慣れてきたという感がするんですが、いかがでしょうかね。彼人間的にはね、はい、非常にひょうきんな人間なんですよ。ほう、なんか顔のつきを見てるとなんか怖そうな感じがしますけど、非常にひょうきんな人ですね。ユーモアにあふれた、あ、そうですか、非常に面白い人ですよ。話してましてもね、非常に面白い、はい、性格してますしね。ですからなんていうか陽気なんですよね、すごくね。だからすごくこう物事をポジティブに考える、はい、選手ですよね。強打をクロスに放ってポイントを増やしますプリムラス選手。ネッツです。切れてるんですよ意外と、はい、なんであんなのミスするんだと思いますけど、切れてるんですよね、はい、フォアハンドドライブがオーバー、珍しいですね。さあ今ちょっとカウントキーが作動しておりませんので、主審よりストップがかかりました。やはり本当にカウントというのは気になるものですからね。そうですね、作動しておりませんと、さあこのカウントキーが作動していなかいない中、ちゃんと体調を整えております。いやね、すごくこういう時に気持ちがね、ちょっと入れ集中力がなくなるっていうのが困るんですよね、はい、ラリーになりました。プリムラス選手が打ちましたボールがネットに当たってオーバー。小さく止めてね、レシーブはヨーロッパの選手は各やりますしね、はい、非常にうまいですよ各選手ともね。同じことやってますよね、はい、
エッジに入ってます。カウントは 6-4 となっています。コルベル選手の2ポイントリード。思い切って打っていったんですがオーバー。ああ素晴らしい、スマッシュを決めました。今のバックの、フォアへのドライブが決め手に近かったですね、はい、ストレートを打ったバックハンドドライブですよね、はい、あれがやっぱり決め手に近かったですね。カウントは 5-7 となっています。コルベル選手の2ポイントリード。クロス、コルベル選手のバック側を攻めました。プリムラス選手やはりプリムラス選手バックハンドからそしてまた足を使ってフォアハンドの攻撃実に巧みに成功しております。さあカウントは7オール並んでおります。強打をストレート、あれ上から打ってくるがどうしてもボールが沈みますからね。はい、これはクロスへのドライブ攻撃を決めました。コルベル選手コーナーは確実にサイド切ってますからね、はい、そうしないとまた返球されてしまいますからね。そうなんですよ、チャンスボールになってしまうんですよね、逆にね。ネット越えませんでした。バックハンドでの返球がネットを揺らしています。さあ今の得点でコルベル選手がゲームポイントを握っております。集中いたしておりますコルベル選手。ドライブで打ち返しました。今のはフォアのプリムラッチのフォアハンドドライブは伸びましたね、はい、ちょっとこう手を動かしただけですけどね、はい、バックハンドでポイントを増やして第1ゲームは11-9です、ね、11-9でコルベル選手が取りました、ね、さあいかがだったでしょうこの第1ゲームは。あのねコルベル選手のバックからのプリモス選手へのストレートがすごく効いてるんですよ。であれがですねちょっと逆回転気味にバックへ持ってくるのと、はい、バックのサイドを切ってくる打ち方があるんですけど、はい、コルベル選手がラケットを少し下へ下げてね、はい、先端を下げてなんていうか逆普通に打つよりも逆にバックへ曲がるような打ち方をするボールがあるもんですから、はいはい、フォアへのストレートが効いてるんですよ。それプリモス選手知ってますからね、どういう風になってるかっていうのは知ってますから、やはりボールの左側を擦るようなそんな感じになるわけですよね。そうですね、ボールの左側を擦って、はい、バックサイドを切っていくわけですよね、はいはい、それと反対にフォアへストレートへ持っていくやつがあるわけですよね、はい、この2種類があるものですから、はい、そのフォアへストレートへ持っていくのが効いてるわけですよね。さあ見事な作戦が成功し第1ゲームを取りましたコルベル選手。これから第2ゲームがスタートいたします。コルベル選手からのサービス、バックハンドプリムラス選手のバック側を攻めました。これは今のは威力ありますね、クロスへのドライブ攻撃を決めました。
れは見事な、今はもうミドルですか。ミドルですね、うまい攻めを見せましたプリムナス選手。あのプリムナス選手なんかでも練習やった後でもですね、はい、あのすごくこう柔軟体操とかね、はい、彼らはあのなんていうかそういう準備体操とかですね、はい、それからあの練習後のクーリングって言いますけどね、ちゃんとこう、はい、体をあの柔軟体操的なものは随分やりますよね、はい、それで、はい、あの体の捻転とかね、はい、そういうものがすごくやっぱりあの卓球に役に立つわけですよ。いわゆる体のケアを怠らないというところですよね。つっついたボールがオーバーとなりまして、コルベル選手にポイントが入ります。カウントは3オール。高木君とあのあ真剣な表情で見てますね。森田君やっぱりこういう参考にした方がいいですよね、映ってますけどね。そうですね、うん、ドライブを放ってポイントにしましたコルベル選手。やはり小さくしようということですからネットにかかってしまうわけですよね。ドライブをコルベル選手のバック側に打ち込みましてのポイント。あのコルベル選手ってのは、はい、あのあんまり日本へはあんまり来てないんですけどね。あ、そうですか。ヨーロッパではね、はい、やっぱりあの非常に強い選手、しぶとい選手ということでね、あのサムソンに勝ったり、はい、いろいろやっぱりあの非常に実力のある選手だって評価されてますからね、はい、バックハンドを放ったんですがオーバー。今ラケットのちょっと先の方に当たりましたね、はい、うん、サラリラ、これは見事な攻撃を見せましたコルベル選手。素晴らしいっていうか、なんていうか、もうバランスが本当にいいですね。いわゆる芸術的な卓球をやるという感じですね。うん、やっぱ苦労と好みがするっていうのか、あの理論にかなった打ち方をするっていうのかね、はい、あのコルベル選手の打ち方って非常に僕ら好きですけどね、ああいうあの、はい、体のバランスとか打ち方は。ストレートにボールを運ぼうと思ったんですが、わずかそれております。さあここでプリムラス選手を追いつくことができるでしょうか。カウントは7-6。素晴らしいラリーはコルベル選手が取りました。あの時なんかのバックのね、今ミスも分かりますように、はい、こう体をあんまりこう曲げないじゃないですか、ね、曲げたり捻転、こう後ろにこうなんていうかな、日本選手がよくやるバックスイングを取るときに体をギュッとこうひねるような仕方はしないでしょう、はいはい、バックハンド打つときにね、だからあれだからフォアへ来たときにもすぐに手が出ていくわけですよね。あるいは打った後ものけぞらないという のけぞらないんですよ、ね、体のバランスが崩れないわけです、ね、これは少し大きかったプリムラス選手のポイントです。カウントは9-7となっています。サービスはコルベル選手。サービスポイントです。さあコルベル選手がゲームポイントを握りました。10-7。強打、ドライブをコルベル選手のフォア側に打ち込みました。カウントは2ポイント差となっています。8-10。
続いてボールがネットを越えませんでした。したがって第2ゲームは11対8でコルベル選手が取りました。いや第1ゲーム第2ゲームともコルベル選手が取りましたがいかがだったでしょう。やっぱりプリマス選手がフォアハンドでドライブしてるボールを、はい、フォアへ来てもバックへ来ても無難にこう返球してるじゃないですか、はい、何のこうなんていうか体の無理な体勢もせずに、はい、フォアバックの切り替えだけで返していってるんですよね、はい、相当きついところきついっていうかコーナー的にもね相当厳しいところを攻めてるんですよ、はい、それでも体コルベル選手のバランスが崩れないんですよね。ですからそこでやっぱりプリマス選手もちょっと困ったなどうするかなって今考えてるんだと思いますけどね、しかし本当に内容の濃い試合ばかりですね。さすがスーパーサーキットです。さあ勝者が1位から4位までの枠に入るわけですよね。そうですね、敗者の選手が5位から8位の枠に入ります。大切なこの試合、これから第3ゲームがスタートいたします。プリムラス選手からのサービス、何かこうプリムラス選手押されてるような感じがします。結局ね下がってくれないですからね、よく返しています。なんか簡単にやってるって感じがするじゃないですか卓球をね、はい、うん、それだけやっぱりバランスがいいんですよね、はい、バックハンドを放ってポイントにしましたプリムラス選手。ドライブをコルベル選手のバック側に放ってのポイントです。カウントは2オール。今のはい、ラバー見てましたけど、回転してないドライブですよね。ナックル製のドライブってことですね。これもそうですよね、はい、今度持ち上げたですね。このラリーはプリマス選手が取りました。ワンポイントリードしましたプリムラス選手。サービスポイントです。カウントは 2-4 となっています。プリムラス選手の2ポイントリード。サービスはコルベル選手。今のもやはりこうあまり回転かってない、ドライブなんですよね。素晴らしいバックハンド、これによってポイントを増やします。先ほどお客さんにちょっと話聞いたんですけど、こんな素晴らしい試合がもう来るって言いましょうか、見られるというのはもう考えられなかったと言ってますよ。北海道でもね、ものすごいお客さんで、選手が見送る、選手があのバスで移動するときにもね、もうバスを全部取り囲んで、ものすごい拍手。あ、そうですか。本当に卓球でこんなことあんのかなと思いましたけどね。そうですか、まあ、サッカーに例えると日本のサッカー選手がまあバス取り囲まれるとあれと同じような状況がこの卓球にも起こっているということなんですよね。そうなんですよね。やっぱり感激しますからね、これだけの試合をやるとね。そうですよね。さあカウントは5オールとなっています。コルベル選手のバック側を攻めますプリムラス選手。サービスポイントです。離されませんコルベル選手。カウントは6オール。あのミスを意外としてるんですよね、プリムラス選手が小さく止めようと思って、ネットミスしてるっていうのがね、はい、
それだけまあコルベ選手の3球目のドライブというのがまあ怖いということですよね。怖いんですよね。先に攻められるのはやっぱり怖いからなんですよ。これならいいわけですよね。はい、そうですね。バックハンド。しかしあのプリムラ選手はコルベ選手のバックを中心に攻めてますね。うん、そうですね。あの僕はバックやった方がいいと思いますよね。ほー、そうですか。絶対にプリムラ選手はバックの方が強いですもん。ほー、プリムラの選手はフォアで打ってくれた方がコルベル選手としてはやりやすいと思いますよ。はい、またまたコルベル選手のバック側を攻めた攻撃がポイントとなっています。バック側を攻めておいてバックへ返してもらって、はい、バックでやった方がプリムラ選手としては勝つ可能性は高いですよね。はい、今度はストレート、コルベル選手のフォア側を攻めました。さあ今の得点でゲームポイントを握りましたプリムラス選手。カウントは 10-6。サービスポイント。したがって今の得点でプリムラス選手が第3ゲームを取りました。11対6で取りました。さあこの第3ゲームいかがだったでしょうか。あの最後にちょっと話しましたけどね、はい、あの第1ゲーム第2ゲーム目はフォアで回ってたんですよ、相当、はいはい、プリムラス選手が、それ第3ゲーム目になってバック対バックを対応しだしたもんですから、はい、それ特にバックを相手よりも高い位置から打っていこうと意識して、あのバック対バックでは決して負けなかったですよね、はい、それが第3ゲーム目の勝ちにつながったと思いますよ、はい、ですからその辺のところ多分分かってきてると思いますから、はい、第4ゲーム目はやっぱりバックを主に攻めて、はい、あのバックへ攻めるとやっぱり自分のバックへ返ってくる可能性が一番高いですからね、はい、ですから当然バックへ攻めていくと思いますけどね。あとあの聞いたのはプリムラス選手 のナックル性のドライブですね、これはかなり威力を発揮したようなそんな感じがしましたけれどもね、あのナックル性のドライブが2本ミスしましたよね、でプリムラス選手打つ瞬間にあの声を出すんですよね、はい、へっとこう声を出すんですよ、はいはい、でもいかにも力入ってるようですけど、実際は何にもかかってないです、はい、そういうのがありますよね、さあこれから第4ゲームがスタートいたします。プリムラス選手からのサービス。失礼いたしました。コルベル選手からのサービスです。ドライブを放ったんですがネットを揺らしています。逆にコルベル選手はフォアへ持っていってますよね、はい、そうですね、フォアフォアにしたいんですよね。バックへ攻めましたコルベル選手。バックハンド。素晴らしい、素晴らしいバックハンドですよね、はい、今あのプリムラス選手フォアでねバックへ回り込もうとしたんですよね。あれはちょっとやらない方がいいと思いますよ。そうですか、バックにしておいた方がプリムラス選手としては勝ち目があると思います、はい、バックはコルベル選手強気の攻めをしております。コルベル選手タイムアウト取りましたね。プリムラス選手がタイムアウト取りました ね。あちょっとやはりここは非常に重要なポイントですからね。そうですね、第4ゲーム目で、はい、このままいったらねずるずるっていってしまう可能性ありますから。そうですよね、さあポイント差が3ポイントです。やはりあのプリムラッツ選手としてみたらやはりバックで、ということですか。バックの方がいいですね。反対にあのコルベル選手はフォアを攻めてるじゃないですか、はい、だから自分のフォアへ持ってこさせたいんですよ。だからあのプリムラッツ選手のフォアよりもやっぱりコルベル選手は
あのバックの方が怖いんだと思いますよね。しかしそういう駆け引きを考えますと非常にワクワクしますね。面白いですよね。ストレート、コルベル選手のフォア側を攻めました。プレミラス選手、さあカウントは2フォーとなったところで、ここでプリムラス選手がどのような攻撃を見せるか見どころです。このラリーになればね、このラリーになればプリムラス選手は有利ですよ。そうですね、ドライブを放ったんですが、ネットを揺らした。バックハンド、強烈なバックハンドを放ちました。少しプリマス選手のペースになってきましたよね。どうしたんでしょう、かなり切って返してるんでしょうかね。カウントは6フォーとなっています。プリマス選手の2ポイントリード。ストレートにドライブを放ちました。コルベル選手としてはなんとかあのコースへ、コースでのラリーにしたいですけどね、はい。ラリーはプリムラス選手、気合が入っている声を出しました。ここは大事なところですからね。まあプリムラス選手にとってはもう後がありませんからね。そうですね、ここはゼガシともこの第4ゲームを取ってファイナルゲームと持ち込みたいプリムラス選手。サービスポイントです。プリマス選手のポイントに追いつくことができるか、コルベル選手。今打球点落としてしまった。落としたですね。しかしいろいろな作戦が入り乱れてる、試合のような感じがします。そうなんですよ。あのプリマス選手としてはね、ちょっと、第一節で優勝してますよね。優勝してます。第二節がベスト4ですね。はい、第3節が8等で負けてるんですよね、はい、ですからこうだんだんこう成績が下がってきてるもんですから、ここはやっぱりちょっと頑張らないと。あ、はい、ラリーはプリムラス選手。今のはね、はい、プリムラス選手としたら危ないんですよ。ラリーとしたら非常に危ね、危ないラリーなんですよね。幸いにもあのコルベル選手が見せてくれましたけどね、はい、最後のボールを、はい、あそこまで下がってあのドライブの引き合いになるとコルベル選手の方が有利だと思うんですけどね、はい、バックハンドでの返球ならず。さあ今の得点でプリムラス選手がゲームポイントを握りました。カウントは7点。前について入れようとしたんですが、ゴールが言うことは聞かなかった。したがって第4ゲームは11対7でプリムラス選手が取り、ゲームカウントは2対2となりました。これからファイナルゲームとなります。いやー、素晴らしい試合内容ですが、いかがだったでしょう。最後ラリー戦になりましたけどね、はいはい、あのラリー戦をやってたらコルベル選手の方が多分勝機が出てくると思いますよ。なるほど。ですからプリムラス選手としてはある程度前の方、前っていうか、はい、あのぴったり台につく必要はないですけど、はい、コルベル選手よりも前で
バックを主に使ってプレーした方がプリモナッツ選手としては勝つ可能性は高いでしょうね。ということはそういう作戦に持っていかせないようにしているのが、まあ、コルベル選手ということになるわけなんですけど ね、 あのね最後ちょっとね、フォアで回りすぎだなっていうのが ありましたね、あの、はい、プリモナッツ選手の方がですね、はい、あれをやらないで前でバックハンドで左右に振った方が得だと思いますよね。さあこの後ファイナルゲームどのようなドラマが待ち受けているのでしょうか。あのタイムアウトが、ね、一つのポイントだったですよね。そういえばそうですね、そうなんですよ。フォーアンカのポあのフォーアンからタイムアウトを取りまして、はい、ファイブフォーに繰り返したんですよね、そうです、はい、あそこが一つのポイントだったですよね。ファイナルゲームスタートです。これは決めました。プリマス選手のミドルを攻撃したポイント。おー、ツーバウンドしましたね、はい。今入りましたか。入りましたね。うわ、素晴らしい返球。今のはもう打って入ってきたらもうしょうがないツーボールですよね。ショー。ボール沈んだんでしょうかね。なんかちょっと変化しましたね、今ね。コルベル選手がちょっと怪我な顔してますけど、ちょっと変化したみたいですね。ストレートでボールを運びました。さあこれでカウントは 2-4 です。プリムラス選手のバックが攻めました。コルベル選手の強打。今のはあのスピードを殺して回転の方を重視した打ち方ですよね、はい、あれと速いボールと両方ありますからね、はい、スマッシュストレートに運んだ。さあこれで追いつきました。コルベル選手もう如実にやられてますよね、ポイントにね、はい、フォア対フォアになったらやっぱりコルベルの方がポイントしてると、はい、何か台を気にしてますね。何か汗が飛んでるんじゃないですか。あ、汗が飛んでるわけですか。まあ青森は涼しいといえどもやはり、いやそれね、やっぱり相当動きますからね。動いてます。そしてまた精神的にも、ね、来てるようなそんな感じがいたします。カウントは4オールです。ネットです。ネットです。これはもうループドライブと言ってもいいでしょうかね。そうですね。さあコルベル選手が先に5ポイント取りましたところでコートが変わります。さあ見どころですね、この1本。そうですね、これはここをどうするか。そうですね、
持っていった方がいいと思いますけどね。あれを回っちゃダメですよ。あ、なるほど。あれ回ったらダメですよ。2ポイント差にしましたコルベル選手。あれを回らないでバックバックにするべきですよね。完全にですからフォアが穴になるんですよ、回ろうとするから。でもミキさんがおっしゃってるような作戦をやはりプリマー選手はしたいわけですよね。そうなんですよね。いや、それがね、ちょっと気持ちの上で焦りがあるんじゃないか。焦りですか、あ、先ほど言ったこのゲームに勝ちたいという、焦りがあるもんだから、どうしてもフォアで回ろうとするわけですよ。なるほど。フォアの方がこう強いボールスマッシュなんかでも打てるじゃないですか、ですからフォアで回ろうとするもんですから、やっぱりフォア側に穴ができるんですよ。それはコルベル選手は絶対見逃さないですからね。なるほど。さあ、このファイナルゲームカウントは 4-8 となっています。これは代表の強打。そうですね。ですからフォアへ持ってこられたボールを、プリモラス選手はフォアへ持ってこられたボールをストレートに持っていけばいいんですよね。そしたらバックへ来ますから、あれは損ですよ逆にね。さあ、カウントは 9-5 となっています。コルベル選手の4ポイントリード。そのサービスはそのコルベル選手。ストレート強打を放ってポイントにした。強いドライブ、逆にね、より強いボールで打ち返していくんですから、大したもんですよね。マッチポイントを握りましたコルベル選手。カウントは6-10。エッジで入りました。しょうがないですね。ガッツポーズ。ガッツポーズですね、コルベル選手。いやー、すごい。コルベル選手対プリムラス選手の試合は